ちらまで。おい、ああ、何？はい。そうだな。
署のマリナです。稼ぐぜ。この金でどうだ。
ジャリンジャリン稼ぐぜ。いらっしゃいませ。いや。あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに。行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い。あ、もしかしてキリュウさん。ああ、そうだな。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ、錦山君。酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、キリュウ。
それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、由美にこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ふん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。Hey!
どうよ。錦山君すごいプロみたいだったわ。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。たく、それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。本当ね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産って言え、こそこそ東上界に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれ、錦。いいね、俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえ。
組み抜けたその足でフルスにションベン引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってんだ。土下座しろや土下座。てめえたちは分かってんのかバイラ。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気などか。そうかよ。面白いなお前。おれやってみろ。早くやれや。その代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。行くぜ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクサじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。なんで立花不動産にいる。何？分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と絡んでるって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえやな。風間の頭が橘不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか。どう思うが、あんたの勝手だ。もうごまかすの下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう橘不動産、
もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか。そうか、まだか。俺でも手がかりくらいは掴んでるはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、おめえは分かりやすくて本当いいや。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に橘不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、狭間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦絵も。あいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた橘に会ってどうする気だ。殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える気がある。立花を渡すか、おめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始める。獲物は当然お前の首だ。